Hello, YouTube イエース時間のお庭虫こと沢しげみです。今日もベーシックインカムについて私の考えをシェアさせていただきます。ベーシックインカムの説明はね長いのでしません。このベーシックインカム、いいのか悪いのか。 これはですね全ていいところと悪いところがあるんですけれども、いいところにフォーカスして、自分たちのこの国を一体どういうふうにしていきたいのか、その観点から言い悪いを議論しなきゃいけないんですね。つまり、そこにある問題と同じレベルで考えていてもダメなんですね。どういう国にしたいのか、そこがまずあるんです。じゃあ我は、私はこのように思うんですね。ててのの日日本人が自分ややりたいことだけをやってそれで楽しく毎日 幸せだなんて自分はこんな生活ができてるのか食べ物に困らないやりたいことあの普通の今まであの江戸時代とかねあのこれまでの人たちがみんな自分の食料を得るために一生懸命労働してあの場合によってはやりたくないことをやり続けてきたで今もそういうことをやってる人たちがいっぱいいるそうじゃなくて自分のやりたいことだけをやって でそれで生活はできる、生活はできる、これ、あのね、お金持ちの定義ってありますよね、これ、1億円稼いだとか、2億円稼いだとか、お金持ちの定義じゃないんですよ、自分の収入を上回る、何もしなくても得られる、まあ、いわゆる権利収入っていうようなものが、あの自分の固定費、かあの最低限の,その生活をするときに必ず出ていく、まあ、家賃とか、えー、食費とか、そういったものを自分の時間を売らないでも手に入る。 あの権利収入がそれが自分の固定費よりも上回ったとき、これがファイナンシャルフリー、それを早期にやったのがファイヤーファイ,ファイナンシャルインディペンデントリタイアーリーなんて言葉がありますけれども、その状態になった人は、つまり何もしなくてもお金が貯まっていく状態の、そのスパイラルに入った人はお金持ち、これがお金持ちの定義ですよね。じゃあ、国民全員がいきなりお金持ちになる方法がある、それがベーシックインカムですそうなんです。 つまり生活の心配をしなくていい。ね、ああ、これ働かないと来月は給,給料がないわ、どうしよう。その恐怖、その恐怖から一切解放される。恐怖から一切解放されるってことは一体どういうことですかそうです心理学を勉強した人なら分かりますよね。恐怖から解放されると、自分は安全地帯にいる。安全地帯にいない人っていうのは冒険ができないんですね。つまり、全員が安全地帯に入って、よし、私はこれで生活は問題ない。子どもたちを食べさせるのも問題ない。じゃあ、どうやってこの国に。 新たな価値を、えー、富や価値そういったものを提供していくかその総和が国民総生産であり価値の交換ですよねんでこれお金になるのかなならないのかなならないからこう意味があると思うんだけどできないこういったことがいっぱいあふれてるわけです。でもそここから解放されて全員がややりたたいことをやった そうしたら、それを交換する相手が昔はね、近くの村の中にしかいなかったわけですけども、今はインターネットなんかを介して、どこでも価値の交換が可能になる、そのコミュニティが空間的な制約を受けずにえ形成されるわけですね。そううすると価値のの交換だから文化っていうのは お金にならないけど、これ意味あるよねっていう人たちが集まって交換しちゃった、これが文化ですよね。だから、レベルの高い文化っていうのは、そのお金持ちとか貴族とかそういうところから発生していくわけです。こういうことが国民全体で起こったときに、相当すごいことがこの国に行われるわけですよ。そうなんですこの国の価値の相場が上がっていく、みんなやりたいこと違います。ね、あのー、私はこれがいい、私はこれがいい。でも、これはお金にならない、これはお金になる。 これで、えー、我々は今まで、就、え、差、ー、選択されて、いや、自分のやりたいことができなかった、だから、100の力を持った人たちが100の力を出すことができずに、あなんかやりたくないななんて思いながら、100の力を持った人が10とか5とかの力を出して、えー、この会社とかね、社会に寄与してきた、だからこの国の総生産が、米、えー、国の単位時間あたりの総生産より低いわけです。そのことに私は気づいたわけですね。だから 全員がやりたいことをやる、全員が目玉をかキラキラ輝かして、ありのままの自分がやりたい、私はこれのために生まれてきたんだということができる掃除を作る、これがベーシックインカムだと思ってるんです。で、でそれの最大の、えー、論点、これ2つ大体あります、1つは財源どうするんだ、もう1つはもうね、そんなことやったら働かない、もう無気力な人間が増えてどうしようもないんじゃないか、いいんです、無気力な人間が増えていいんです。 皆さんあの会社のねあの、まあ、ビル・ゲイツとかそういういろんな方々があのなんかバカンスに行って何やってると思いますか、3ヶ月も6ヶ月も、ね、休みに行くんですよ、毎日ビーチで寝転がってるんです、正直ね、こんなのね、3日もすれば飽きるんですよ、もう、ね、一体何するんだ、その、ね、ビーチで寝転がりなら次のビジネスを考えてるんです、人間というのは暇になればなるほど、より発想が豊かになって、より社会に貢献する、本当は自分が何がやりたいのか、どうやったらいいのか、理想の社会のために自分はどう寄与していけばいいのかということに気づき出すわけですね。そういうい時間が何 ないんです私もあの働いていた時はそういう時間ないんです何でかっていうと経営者っていうのはそういう時間を減らして減らして何も考えないで、えー、自分の,その与えた職務にこう従事してもらうために、まあ、仕込んでいきたいわけですよね。ということでどんどん暇になりましょうそして無気力な人間は本当に何もしないでもよくなったらどんどん創造性が高まっていってやりたいことをやりだすんですそれが人間なんです人間の脳にはそういう機能があるんです好奇心があるんです。 どんどん自由にして嫌なことから解放して、この世の中が自由にあふれてる、自分がやりたいことができるんだっていう環境を整える、これがベーシックインカムなんですね。はい。じゃあ、この2回目に関してはこの、この辺で、えー、終わりにしたいと思います。また第3回目でもっと面白い話をしていきたいと思いますね。それでは、時間の鬼まむし、ベーシックインカムについて私の考えをシェアさせていただきました。イエース